5時間前にゴールを記録したシルバ、写真、イコールゲッティイメージズマンチェスター、C を率い、ルジョゼップ・グアルディオラ監督が、スペイン代表 MF ダビド・シルバのパフォーマンスを絶賛した。12日、イギリスメディア、スカイスポーツ、が伝えている。12日に行われたプレミアリーグ第30節アウェーでストークと対戦したマンチェスター、C。終始ゲームを支配し、ポゼッション率は 77% を記録して2位の0で完封勝利を収めた。試合後インタビューに応じたグアルディオラ監督は、2ゴールを挙げたシルバについて、今日のダビドのゴールには満足している、と語り、以下のように称賛した。彼は今シーズン多くのゴールを決めている。完璧に試合のテンポをコントロールしていた。普通みんなは、彼のスキルや技術力について語るが、彼には積極的に競り合う一面があることを忘れて、はならない。スキルについて疑いようはないが、彼は悪い場面ではいつも正しい位置にいる。試合をコントロールして、チームにテンポを与えていた。それにたくさん走っていることもチームを助けているね。現在32歳のシルバは今シーズン、ここまで公式戦33試合に出場し9ゴール12アシストを記録している。ツイートシェア